えー、皆さんこんこにちは、えー。お久しぶりです。えー、今私はですね東京メトロの丸の内線の、えー、新宿御苑前駅に来ております。でまあ、ここはねあのー、神宮球場からね割と近く見えたんですよな地図でねまあ私野球好きなんでまあ毎回見に行ったんですけどその時にねなんかあるなっていうのはな存在はもちろん気づいててこんなでっかいのがねこの渋谷区新宿区このね都会にまたがってるわけですからどんなとこなんやろうとまあ気になってはいたわけなんですけどもそっとね 今回行ってみたいいと思いますでまあこれ行ったのがですね <laughs> まあまあまあ前なんですけど1月の9日ですからね確かだからあのね年始のものすごい雪降った時があったんですねそれの次の日か次の次の日ぐらいやったんですよねだから雪もねだいぶ残ってましたこの道路とかはもうあの結構ね雪どけしてますけどねで出口はね一番出口というところから出ました でここからのずっとね道を進んでいってまあ、途中その辺でねあの左に曲がってまた右に曲がっていくというルートですねまあもうそれでここをもう少し行って左に曲がるわけですけどもう曲がった瞬間にね漁園の,のねあの緑が見えてきますからね本当にね駅から近いですよねそれはね新宿漁園前って言ってるぐらいですからねそれぐらい近くないとちょっと文句もね出てくるかもしれませんけどねでここってね本当に僕衝撃を受けたんですねというのもまあお聞きの通りね私あの 関西人でして、まあ、去年の、ね、春からこの東京に来たわけですけども東京って言ったらねも,うものすごいビル群でなんかすごい住宅地であ住宅地というかそのたくさんビルも、ね、あっても家もあってみたいなもうその公園なんかないんやろなみたいな勝手にその状態で来てますからもう公園どころかねもうめちゃくちゃでっかい。 何て言っていいかわからないですね。もう公園なんですけど、公園どころじゃないとか言ったら、なんか代わりに言わないといけないですけど、ちょっと言葉が出てこないね。本当にめっちゃでっかい公園っていう感じですね。まあ、ただね、公園とはいえども、ただで入ることはできなくてですね、まあ、大人だったら500円ですね。で、あの子供料金みたいな、なんかい,いつでしたかね、13までですかね、が、まあ、300円みたいな、確かね、それぐらいだったと思います。 まあそれもね、あの前はもうちょっと安かったみたいですけど、あの値上がりしたみたいですね。で、それでちょっとざ残念だというのはね、コメントもいろいろ書いてありましたけども、まあ入ってみてね、思いましたけど、まあこれでね、500円だったらもう十分なんじゃないかと。というより、むしろね、もっとかかってるんじゃないかなって、なんか維持費とかね、これだけ広大なところで、しかもその、ただのね、この草伸びきったようなあの公園じゃなくて、すごいあの、整えた上での、この大きなね、 公園ですし、まあ、中にはねあのスターバックスとかもありますんでもうなんかほんで散歩とかするのにはねあの最高のスポットですからまあそういうね広いところに、まあ、500円かかるっていうのはまあまあ妥当なんだとね思います。であのこれ雪がね残ってました <laughs> これだいぶ季節感感じてますもんねもう今今日とかねもう3月入ってますからもうすでにね春の気候でもう花粉がどうのこうのみたいな話よねテレビで言ってるぐらいですからもう非常に懐かしいなという思いですね。 で、まあこれね、朝、割と早い時間に聞きました。ちょっと何時か忘れたんですけど、まあ9時ぐらいやったんちゃうかなと思います。このは早いね、時間に、この緑の中ね、公園歩くっていうのはね、気分がいいですよね。あの僕も、あのそんなね、昔は好きじゃなかった。まあもちろんあの、の一般的にそんなね、20代前半とか10代で公園歩くめっちゃ好きみたいなね、そんなちょっと割とあの渋いね、趣味持ってる人ってあんまいないと思うんですけども、まあ、僕も実際そうでした。だけど、 あのコロナ禍の時にね、まあ、どこ行っても閉まってるわけなんで、まあ、何するかっていったら、家の周りの公園歩いたり走ったりすることしかまあなかったわけなんですね。まあ、だからその時にちょっと公園歩くのいいなみたいな感じで、ね、気づきました。で、ここの、ね、新宿御苑ね、まあ、それなりに、ね、あのしっかりした施設ですから、まあ、入り口もあんな感じで、ね、あの駅の改札みたいなんでね、こう、チケットスキャンしてまあ入っていくという感じです。で、私が入ってきたのが、この新宿門というところですね。い、まあ、いろいろあの入りり口がありまして もうね上、北はね、この新宿駅からも全然来れますし、まあ、新宿御苑前駅からも来れますし、であの南側行くとね、まず違う駅からも入っていけるわけですね。もうこれ見てくださいね、駅どんだけあんねんってね、もう大量の駅からどこからでも来れるって、それだけね、大きいんだということをね、表してますよね。 いや本当にね、こういうね、地図見るたびつくづく思いますけどね、この駅ね、ちょっともうちょっとちゃう地方に作ったると思いますので、<laughs> こんな駅、で多分ね、みんないらんと思ってるんですよね、正直。だけど、もうありすぎなんですよね、駅がね。まあ、それだけ便利なんですけどね。で、あの、そう言ってましたね、チケットを今買っております。あ、もう購入ね、終わりました。割とスピーディーにね、さっと出てきて、まあなんかその辺のフードコートの食券みたいな感じでね、パーって出てきます。 で、あの、先ほど言ってた入り口、ここでね、あのスキャンして入っていくわけです。このね、透明のドアがこう、ウィーンってね、動く。あ、そういうタイプでしたね。開くタイプでした。たまにあの、オフィスの入り口とかね、なんかこう、バスのね、あの、ワイパーみたいな感じで、よ、なんていうかな、横にウォンってね、開くやつもあるんですけどね。まあ、そんな話はね、どうでもいいんですけどもね。で、あの、中に入ってきたら、まあ、これ、あの、 いろんなエリアに分かれてまして、まあ、地図がありましたこれを見てねどういうふうに入っていこうかまあ、どういうふうに回っていこうかということを、まあ、今はね考えてるわけですねまあミーハーとしてはこのやっぱり日本庭園というのがどんなのかなと思って気になりますよねまあどっちから回っていいとかね特にそんな決まりもないんですけどまあなんとなく直感でね右から回っていこうと思いますでそうしたらいきなり、ね、なりんか ちょっとシャレたね、なんかスタバみたいな色のなんかでっかい筒が見えてきたんですけど、これね、水を入れるみたいですね。なんかちらっと見たところによると、あのヨーロッパとかではね、割とあと有名らしいですね。で、あのゴミ箱もね、なんかすごいあのシュタイリッシュな感じで並べてありました。いやー、本当にね、静かですね、もう空気も澄んでますし、この鳥のね、さえずりと風の音だけね、聞こえるというところです。 本当にあのちょっと歩いて、まあ駅でいうと一駅で、あのごっついね、都会の,あの新宿ね、すごいガチャガチャしたところですけど、<laughs> あんなね、あの喧騒も全く気にしない。もうこれどこに来たんかなっていうぐらいのね静けさがね、ここに来るとのまあ、味わえますね。まあ、ただね、ちょっとなんか嫌なこと言うようですけど、この時期やからね、特に気になるんですけど、まあ3月、まあ、2月後半、3月。 後半ぐらいまで、まあ、もしかしたら4月ぐらいまでかわかんないですけど、まあ、花粉の時期に来るとねなんかもう最悪な感じがしますけどね <laughs> もう花粉の中に突っ込んでいってるみたいな感じなんでねまあ、マスクはね何重でもしていってまあメガネなりねまあ、グラスなりまあ、ゴーグルなりまあいろいろねちょっとつけていった方がいいんちゃうかなとは思いますでまあずっと進んでいってますと次、ね、この大木ゾーンに入っていきましたねこれはだいぶでかいですよこれで、ね、2 3 0ルぐらいは あるんではないでしょうかねでまたずっと進んでいきますと、まあ、さっきのねちょっとところと見比べていただきたいんですけどここからね道路がだいぶもうなんか未舗装な感じというかね土なんですよね下がだからもう本当にさっきのとこはだいぶこう舗装されたね幅広い道だったんですけどもうここに来ると本当にねこう山の中に入りに来たみたいな感じでね、まあ、私の地元のところは全然都会じゃなかったんですけども、まあ、兵庫県のね まあ、その中の公園もこんな感じの部分があってね、まあ、ちょっとその時の雰囲気をちょっと思い出してながら歩いてました、まあ、ここからはねちょっと230秒ぐらい無音で歩いてみたいなと思います さあまあ、ここで運命の分かれ道やったわけですけど、まあ、さっきね入り口で見た地図の記憶を思い出してね、まあ、右やったらやろうなみたいな感じでねあの行きますあそうしたら、ね、地図はあったんで <laughs> 見直しましたあやっぱり当たってましたね日本庭園行きたいなと思ってたんで、まあ、こっちで当たりでしたね、まあ、先ほどまではね、まあ、どっちかというとう山の中に入り込んだみたいな、まあ、世界観やったわけですけどもここからはねもう完全に手の込んだね もう見事な日本庭園ゾーン、まあ、入っていくわけですねいやーこれは本当に圧巻ですね、まあ、日常のね喧騒から本当に離れられますねこのドコモタはね変わった形のやつ有名なやつですねそれとこの日本庭園というね素晴らしいあのコントラストですね、まあ、これぞ新宿御苑っていう感じですね で先ほどの,あの池から、ね、ちょっと進んでいきますと、まあ、このような、ね、あの庭園がずっと広がっているわけです。でその先にはスターバックスも、ね、あるんですけども、まあまあ、なんと今回ここでバッテリー切れということで行けずじまいでした。非常に残念ですけども、まあ、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。